さあ今週も始まりましたニキビ目安箱、ティーンズの大きな悩みであるニキビを正しく解決していこうというコーナーです。今週も化粧品ブランドレスタンスのエスコーチさんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。今回はメールが届いていますので読みたいと思います、はい、毎週このコーナーを見ています。何回かひどいようならお医者さんに見てもらってという話が出てきましたが、ニキビ程度でお医者さんは見てくれるのですか、またどの程度になったら病院へ行った方がいいですかということなんですけども、あのニキビのことでお医者さんも見てくれるんですかね。そうですね、あの結構みんな、はい、あのニキビ程度でお医者さんに行ってもいいのかなって思ってる人って意外に多いと思うんですけど、あの昔はあのニキビはもう10代の子はもう大体全員できるから、うん、そんなの病気じゃないよっていう風にお医者さんが言ってたこともあったんですけど、はいはいはい、今は全然そんなことないので、うん、あの早めにお医者さんに行ってほしいんですね。じゃあ病院ってどういう風に選んだらいいんですかね。うんうん、そうですね、まあ、ニキビってどうしても繰り返してできてって、まあ、ひどくなったりする場合もあるので、はい、なるだけこうあの自分の、はい、まあ、身近にある施設で近くにあるまず通いやすいところにあって、うんうんうん、で自分の話をしっかりちゃんと聞いてくれて、うん、で治療の方法とか、うん、ちゃんと話をしてくれるような、うん、先生を選んだ方がいいですね、うん、でそれでこう何かあった時にはすぐ行ける、うん、こうかかりつけのお医者様を、はいはい、選んでた方がいいと思いますね、うん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 、じゃあどれくらいの症状でというか、うん、どれくらいニキビができたら、うんうん、病院に行った方がいいとかありますか。そうですね、大きめの赤いニキビが、はい、だいたい 4,5 個ぐらい、うん、同じ、一箇所にこうできて、はい、でそれが1週間から、はい、まあ、半月ぐらい治らなかったら、うん、だいたいお医者さんに行った方がいいんですね、うん、で、まあ、言葉だけだったらちょっと分かりにくいので、はいはい、今日はちょっとこういう学会誌を持ってきてみたんですが、はい、だいたいこんな感じで、これぐらいこう例えば顎の部分だったらちょっとできて、で、ちょっとお顔全体に広がりかけてるような状態になってきたら、もう早めにお医者様に行ってもらって、うん、お薬とかで治療してもらった方がいいですね。ではその時のケアはどうすればいいんですか。うん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 、そうですね、で大きく腫れたニキビってこう無意識にやっぱこう気にしてやっぱ触っちゃうことがあるので、うん、はいはい、やっぱりこう悪化させるというかこう腫れをこう長引かせるような原因になっちゃったりするんですね、はい、で、まあ、それを防ぐためにも、スキンケアの中で、取り入れてもらうとしたら、はい、こう触った時に雑菌とか皮脂とかがつかないように、例えばこういうスポーツシールドゲルみたいに、はい、こうパウダーでニキビの部分を覆ってあげて、はい、保護してあげるようなケアをちょっと取り入れてもらった方が、はい、まあ、いいですね、うん、なぜその早めに、はい、ちょっと大きく腫れた時には、うん、早めにお医者さんに行ってもらって、うんうん、ニキビ跡とかそういう後々にこう残らないようにケアしてもらった方がいいと思います、うん、応急処置として、うん、やっぱりその触れても、うんうん、つかないように、うんうん、そういうものを塗ったりとかして、うん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 、もういけるものならすぐに、うんうんうん、行った、はい、行ってお薬を塗ってもらって、うん、なるだけ大きい状態を早くちっちゃくこうさせて、うん、こうお肌の負担を軽くしてあげるっていうのが大事になると思います。やっぱりなんかニキビぐらいで、うん、病院行こうかなって迷うよりかはもう、うん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 、早めにすぐに迷わず、はい、行ってください。このコーナーではキスナーの皆さんからニキビに関するお悩みを募集しています。キス FM のホームページからリクエスト&メッセージをクリック、番組名ティーンズボイスを選んでいただくか、アメリカ村 TV の動画再生ページからお送りください。待ってます。